クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。誰もいないかな。今ならこっそり乗っても。こら、そこのガキ、何トロッコに触っとんだら。いかね、逃げろ。トロッコ、芥川龍之介。良平がまだ8つの時、小田原と熱海の間に鉄道の工事が始まった。その頃、良平は毎日村外れの工事現場を見に行った。いや、正しくはトロッコを見に行ったのである。いいなあ、トロッコに乗れるんなら将来どこになろうかな。せめて押してみたいな。次第にそんな欲求に駆られるようになっていった。トロッコを押していたのはまだ若い、親しみやすそうな男だった。この人なら叱られないかな。よし。なあおじさん、押してやろうか。お、なんずらあれ、ほんましれ、押してきれ。やった、ありがとうおじさん。はは、我はなかなか力があるな。ねえ、このままずっと押してていい？ああ、いいずら。お、そろそろ下りずわ。おい、乗りな。良平は喜んで飛び乗った。そして飛び移ると同時にトロッコは勢いよく走り出した。みかん畑の匂いを煽りながら、羽織の袖に早春の風をはらませながら。当たり前のことを言いやがる。良平を乗せたトロッコは竹やぶを通った、雑木林を通った。そして冷たい潮風を感じたかと思うと、広々と薄ら寒い海が開けた。うわー、すごい、こんな景色初めてだ。その時、良平は突然はっきりと感じた。自分があまりにも遠くに来すぎたこと。どうしよう、もうちっとも面白くない。早く帰りたい。そう念じても行き着くところまで行かなければトロッコは帰らない。もちろんそれは良平にも分かっている。どうした我、これ菓子でも食うか。ありがとう。それから良平は景色も見ず、帰ることばかりを考えた。もう日が暮れる。やがてトロッコは坂を下りきると、小さな茶店の近くに止まった。まったく見たこともない場所である。おう、我、もう来んな。
ほら、今日泊まりだ。え？あんまり帰りが遅いと、我の家でも心配するぞ。良平はあっけに取られた。以前、母親と遠くの村まで行ったことがある。だが、今日の道はその何倍あるだろう。その道を今からたった一人、歩いて帰らねばならない。良平はほとんど泣きそうになった。はい。ありがとうございました。おう、気ぃつけてな。良平は取ってつけたようなお辞儀をすると、線路伝いに走り出した。どんどん速度を上げ、無我夢中に走り続けた。次第に涙がこみ上げてきた。行きと帰りでは景色が全く違うのも不安だった。死にたくない、死にたくない、死にたくない。そう思いながら滑ってもつまずいても走った。そして夕闇の中、やっと村外れまで来た時、良平はもう一思いに泣きたくなった。おや、良平じゃ。どうした、怖い顔して。誰か村の衆が声をかけてきた。しかし良平は無言で走り過ぎた。そしてとうとう自分の家へ駆け込んだ時、良平は大声でうわっと泣き出さずにはいられなかった。ただいまー。おお、なんじゃなんじゃ。どうしたどうした。その声は良平の両親や近所の者を集まらせた。母親は良平の体を抱え、何事かと声をかけた。なんじゃなんじゃ、泣いてちゃわかんねえぞ。理由を聞かれても泣くより他に仕方がなかった。あの遠い遠い道を駆け通してきた、あの心細さを振り返ると、いくら大声で泣き続けても泣き足りなかった。やがて月日は流れ、私は26歳になった。妻子と共に東京に引っ越し、今はある雑誌社で校正の仕事をしている。おい、良平君、この記事なんだがね、私が思うに。お、おい、良平君。え、ああ、はい、失礼しました。なんだい、急にほうけて。考え事かい？あ、いえ、本当に、何でもありません。私は、今もたまに、何の理由もなく、あの時のことを思い出す。全然、全く、何の理由もなく。そんな時、私の前には今でもやはりあの薄暗い雑木林や急な坂道が細々と一筋、どこまでもどこまでも断続している。
くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。